ようこそ、黒崎さん家へ。家主の黒崎マオンです。今日も皆さんゆっくりしていってくださーい。はい、ということで、新年明けまして、一発目の放送はルーチちゃんと一緒にやらせていただいたんですけど、皆さん見てくれましたか？いや、もう本当ね、やっぱ、アイドルってすごいなって思った。だってもう年賀状ね、この前作ったんですけど、消しゴムね、こうで掘って、みんなでデザインして、スタンプして、年賀状を作ったんですけど、やっぱね、みんなセンスが良い。センスがいいし、バランスもいいし、なんかやっぱもらったら、あ、嬉しいな、その子っぽいなって思うような個性もちゃんと出てて、すごいなと思った。もう私もなんか途中で、こう、まあ、犬年だから、犬の形を掘って、パーンってスタンプをして、後からちょっといろいろ付け足したもんね。シールでバランス取るっていう。もうね、私くらいになるとそうなっちゃうけど、やっぱね、アイドルってすごい。ずっちゃんも含めてだけど、やっぱ上手いなと思いました。本当に賑やかなね、お正月になりまして、2018年。ね、もうなんか、おかしいな。本当にあっという間にお正月終わって、で、もう1月8日でしょ？まあ今年の抱負、どうしようかな？ゆるりと言っておくと、まあ今年はいろいろ、なんかこう、ものづくりに徹した1年にしたいなと思ってますね。まあ作詞もそうだし、なんか、まあこういうね、なんかこう、不思議な DIY もそうなんですけど、やっぱ手作り感を大事にしていきたいなと思うので、まあそういうのいろいろチャレンジできたらいいかななんて思っております。うん、今年もいいお知らせができるように頑張っていきます。よろしくお願いします。お、それではそろそろずっちゃんが遊びに来てくれたので今日も最後まで楽しんでいってください。危ない。黒崎さんち、この番組は NBC ユニバーサルエンターテインメントの提供でお送りします。マウン黒崎ベストアルバム、マウン発売中。 NBC ユニバーサルエンターテインメント。黒崎さんち。お、いらっしゃい。ピンポン。はーい、開いていいよ。テテテテテ、あ、入ってないけど、あ、すごい。おめでとう。ありがとうございます。1月の13日は黒崎真央さんの誕生日です。イエーイ。待って、かわいいでしょ。ツーショットの写真がプリントされてる。すごい、見てみんな、見て、え、すごい。すごいよね、かわいいの。どうやってやるのこれ。すごいっす。おめでとう、真央ちゃん。ありがとう、ずっちゃん。なんか今日は遠くから登場するなと思ったんだ。いつもすぐそこにいて、なんかはーいって入ってくるのに、なんか扉の向こうからなんかやってくるから、なんかいつもより距離取ってるなみたいな。お家感あるかなみたいな。そこ関係なかった。関係なかった。今日それ少林寺拳法っぽいのも別に関係ない。今日すごい強そう、強そう。どうでしたっけ。俺、うん、マネージャーに、なんか今日これっぽいね、うん、ちょっと違うかな。いろんなインスピレーションがある。これ、なになに、好きな試合見に行けるけん。なにどういうこと、想定します。どういうことオープンザプリーズ。なにオープンザプリーズ。なにこの手書き感すごい。誰が書いたのこれ。さあ、好きな試合とは何でしょうかね。待て、どうやって開けたらいいのこれ。開けられとりあえずこれをね、外しちゃっていいんだよね。ですね。なになに、なんか剣にしちゃでかくない？チケットにしちゃでかいよね。いやー、何が入ってるんでしょうかね。ちょっと待って、ドキドキ、ね、全然あかんわ。あかんわ、これ結構ぴったり、ジャストサイズだから。ちょっと嬉しい。全く想像してなかった。そっか、誕生日なんだね。そうですよ。開きます。なになに。およ。なになに、およ。なに、この反応は、およ。なに、台本みたいなの出てきた。すごい、新日本プロレスの試合のスケジュールが、そう、この中から好きな試合を一緒に行けるよって、見に行けるっていう、
やつらしいですよ。うっそー。ええ、この番組で黒崎さんちでってことですか。2人に。あずちゃんと。待って。これ1月3日から始まってもう終わってるよね。いや本当は1月4日ですよ、どう考えても。東京ドームこれを見てほしい。これもだってもうお祭りなんで、お祭りだし、もうプロレスファンにとってはこの日がもう元旦みたいな、1月4日で年明けたって思うよね。これじゃなかった。待って、もう今月とかだ。今月と来年、来月とかだ。3月の21日までの。いや、ちょっと待って、ずっちゃんどれが気になる。どれ気になる。うーんと全部気になる。わからないもんだって。こればかりは本当難しいんですけど、 1.4 のその東京ドームで誰が勝つかとか、それによってだいぶ変わるんですよ、この先の試合の。これがね、カードが放送されてる頃にはもう終わってるんで、多分行ったのか行ってないのかわかんないですけど、それによってそう変わっちゃうんだよな。うわー、これは悩ましい。これいつ決めればいいんですか。ゆっくり決めます。もうずっと見ちゃうから。はい。これは見ちゃう。じゃあ一緒に行きましょうね。プロレス教えてほしいもん。わかりました、行きましょう。やった、嬉しい。おめでとうございます。早く見に行きたい。じゃあ抱負をちょっと。抱負、あれ、はい、さっきなんかチラッと言っちゃったけど。あ、言ってた。言っちゃったもん。じゃあいっか。ずちゃんいなかったからね。じゃあいいや、はい、うん、ということで、いろいろ、ね、元気にやってきます。1年頑張ってください。あざます。して、うん、お、大家さんが来まして。大家さん、あ、いつもと違う、ね、箱だね。2018年になって変えたのかな。ね、大家さん的にはでもなんか最初の、ね、1月1日だからの放送の時はいつも通りいつも通りの箱だったよね。まあ何が起きたんだろうかね。人間そんな時もあるから。はい、まおちゃん、はい、ずちゃん、先週の年賀状作りも最高でしたね。さすが手作りに定評のある2人、素晴らしい作品でした。イエイ。さて、手作りといえば DIY、うん、いよいよ手作り照明が完成ですね。お、そうだ、忘れてたよ。今日は実際に照明として使用してみましょう。どんな感じになるかお楽しみに、親より。イエーイ。ということで、ついんだね、DIY 最終回。長かったよ、照明作りね。すっごい長かった。今日はあの風船がね入ってるので、そちらをパーンって割って、ピカーンってなるかどうかっていうのを試したいと思います。ではちょっと準備しますね。はい、ということでニスもね塗ってあるんですよ、もう。あ、ニス、ニス完了してるんだ。そう、ニスが終わっておりますので、はい、ね、中の風船を割りまして、うん、あの電気をつけるだけなんですけれども、いい感じよ。風船を割りましょう。風船、待って、これ自分のタイミング。いくよ。私もドキドキするの苦手。怖い。もうね、なんだろう。私ね、ほぎゅー。もう早くやって。怖い。ずっちゃんのこのなんかいたずらっ子な顔を早くしてー。もうやだー。わー、やー。早く。もうね、それもったいぶられると怖い。もったいぶられる。もう早くしてあげろー。もうやだ。私もう怖い、本当にやで。ずっちゃんやって。よだ。やだってあるの。だって自分でやってよ。いや、そう、自分でやってよ。ねえ、ほんとビビリなの、こういうの。じゃあ10秒内で10 9 8 5 4 3 2 1。いや、割れる音より私の方がうるさくない？間違いない。そう考えても上回ってたよ。間違いない。あー、もう心臓バックバック今。もうほんとかの苦手。はい、割りましたよ。じゃあですね、このエッグライトちゃんがね、あるんですけど、おー、それをね、これはね、なんか置いてなのかな。すごい、卵の形してるよ。かわいい。置くのかね。ねえ、ずっちゃんさ、あれもうなくなってる？この白い紙。私、だって白い紙、細いもん。私、白い紙取っていいかな。それ、あ、ポロポロしないわ。やっとこれ取るやつでしょ、もともと。なんか取れてない。絡み合ってんじゃん。ちょっと待って。あ、やばい。
すごいすごいよ。何かしましょう。これ多分ね、ない方がね、いいけど。ウィークライトちゃんはウィークライトをつけたら赤色に光る。めっちゃいろんな色光るじゃん。あ、レインボーのタイプね。お、取れた取れた取れた。これさ、あ、いいいい。今思ったけどこれ、あ、あ、でも、え、爽やか。え、てかずっちゃんのやつやっぱ可愛いよ。いる？それはまた別の話かな。いるかどうかってたまたね別の話になるんだけど。返事が返ってきません。いや、それはずっちゃんのだからずっちゃんの部屋に飾るのが一番いいよ、そりゃ。その照明だって合うとか合わないとか言わない。ねえねえ、2つ入れたらなんかさ、愛の巣みたいになったよ。鳥のなんか、あ、確かにね、なんかポロポロ 愛を感じます。可愛いよ、愛を感じます。待って、1個私のだから1個返して。いいよ、はい、おばあちゃんが。いいよ。え、これちょっとさ、電気消して見ます。はい、せーの、用意スタートって出てきて。待って、私のやつ世界観全く分かんないんだけど。はい、電気を消してください、お願いします。ドン。ちょっと待って、シュールすぎないか、これ伝わらんくない。待って、でもももちゃんいい感じ、白だからさ、いい感じ、いけてる。あの、こうしてる間にもね、ポロポロビーズが崩れ落ちていく音がする。え、でもなんかいい、なんかさ、ずっちゃんのもね、雰囲気はやっぱある。暗闇に見ると余計に、なんだろう、このね、何で作ってあるんだろうっていうか、不思議な。あ、イカメラもね、やってみましょう。イカメラっていうの忘れてたりすっかり、ね、イカちゃん消えてるからも。確かにいないよ、今気づいた私も。あ、白とか合うね、やっぱし、ただね、これ伝わらないんだよな。あとさ、このさ、土台ちょっと上げるといいと思わない？あ、そう思った。なんか欲しいよね。あ、このさ、エッグライトの箱をさ、ちょっと試しに中に入れてさ、高さを出してからの、とか。ナイスアイディアですよ。はいはいはい。あ、いい。じゃあちょっと横に置いてみようかな。あ、やばい。横いい感じ。横いいね。あ、やばい、取れちゃった。めっちゃ取れる。ここからいけるようになっちゃう。横がいいんだね。ほら、私のも横に置いて。はい。わかる。あ、ちょっと。あ、でもいいよ。いいんじゃない？どうですか？どうしたら伝わるんかな？ベッドのさ、横に置いて見たらどう？私黒だからわかるか。あ、これ黒だったら伝わるかも。あ、いいよいいよ。今イカメラ映ってる感じ。あ、すごい。ピカーつって。なんか、よ。なんだろう、すごい。宇宙っぽい。ちょっとなんかすごい神秘的に映ってるよ今。結構体の前でやると、あ、綺麗綺麗。あ、素敵。あ、素敵。このまたモニュメントがさ、いい感じ。あ、すごいすごい。なんか私、特別なパワーを手にした、なんか何かみたいじゃない？なんか何か、ほとんど何かだって。人も舐めるように下から上から。いい。いやさ、これさ、2つ並べたらさ、絵力半端ないと思う。確かに。私たちの作った作品の数々パワーある。あ、世界観やっぱかけ離れてるね。でもやっぱちょっと黄色っぽい感じのリンクしてるのかな。私完全にシリーズ化してるよね。間違いない。ちょっとシリーズ間違いない。次作ったやつもまた今度白ベースのね、なんか貝殻いっぱいついてくるやつね。やっぱシーフードがテーマかな、2018年も。シーフーダー黒崎。シーフーダーシーフーダー黒崎。え、でも楽しかったね、照明ということで、またね、次は何作るかちょっとまだ未定ですけれどもね、皆さんもぜひ。あ、え、何作りたいですかね、もしあるとしたら。え、何が作れるの、もはや。でも世の中ね、いろいろ作れるものが増えてきてるよね最近。写真立て作って電気作ったでしょ。あ、アクセサリーとか。あ、良いんじゃないですか。ね、もうちょっと作りますもんね、よく。たまにね、ペンチ使ってやるんですよ。あれやりたい。あの、ツンツンツンってやってるやつ、あのフェルトみたいなさ、あ、なんか綿？あー、綿みたいなやつ。ワンちゃんとか作るやつ？なんていうんだっけ、ワンちゃんの顔とか作るやつ。そうそうそう、あのモコモコしたこう綿をプツプツプツって。難しそう。そういうやつ。そういうのもいいし、
まあ、なんかイヤリングピアス系でもいいし、うん、あとレジンでなんか固めてさ、レジンやりたい、黒崎さんちキーホルダー作っちゃうとか、やりたいやりたい。それかもはやお料理的な、 お料理的なそういう手作り会を作るとかですね。うちはうまいからね。確かにクッキング最近また和食よく作るんで、えいかっこいい。そうなんですよ。ということでね、はい、次回もなんか DIY コーナー何作るか、ちょっと皆さんもこういうの作ってみたらっていうものがありましたら、ぜひメール送ってください。お待ちしておりますというわけで、ここで1曲お届けしたいと思います。今日もリクエスト届いてるのでご紹介します、うん、リスナーネームハッシーさんからいただきました。ハッシー、マオンちゃん、ずっちゃん、お邪魔します。いらっしゃいませ。リクエストとしてアルバムリンカーネーションの表題曲リンカーネーションをリクエストします。アニメ東京レイブンズのトリビュートアルバムになっているリンカーネーションの中でもやっぱりこの曲が一番大好きでテンションが上がります。はい、です。ありがとうございます。この曲はなんかこう聴いてるとどこかにワープしていくんじゃないかっていうような、うん、はい、聴いていて気持ちいい曲なので、ぜひ皆さん聴いてください。それでは黒崎マオンでリンカーネーション。さて、ちょっとケーキをね、はい、食べながらここでメールをご紹介したいと思います、うん、はい、美味しいですか。美味しいです。食べてね。リスナーネームあやすけさんからいただきました。マオさん、ずちゃん、ただいま。おかえり。お正月といえばハワイなんていうのは、年末年始の特別料金でも気にせず行ける超リッチな有名人だけのお話ですが、もしお金とスケジュールの心配をしなくていいなら、マオさんとずちゃんはどの国で新年を迎えてみたいですか、という質問です。あるそういう願望ない。私もね、考えたこと一回もない。ない。だってさ、うん、ね、まあでも確かに海外、そのハワイでね、よく芸能人がさ、うんうんうん、テレビでハワイでこうなんかあるよね、こうインタビューじゃないけど、今日誰々いたみたいな話をしてるの見て、うん、すげえ芸能人ってすげえと思ってたけど、うん、でもやっぱお家でこたつでぬくぬくしながら年越すのが一番平和でいいなと思って。テレビ見ながらね。そう、私もそういう派かな。もし、ね、もし行くとしたら、でもあったかいとこが行くね、やっぱ、うん、ハワイとかね、ハワイ時代に行ったことないから私あんまり想像ついてないけど、いいんだろうね、みんなが行くってことは。うん、うん、でもあのニューヨークのあのね、すごいバンバンバンってこう、なんハッピーな感じ。うん、ニューヨークね、うん、
やりたい。ニューヨークのパターンもあるよね。うん、インスタとか見てるとさ。インスタ映えするじゃん、絶対もう。ハッピーニューイヤーバーンみたいなさ。いいよね。でもやっぱね、うん、楽しいんだろうなと思うけど。人生で一回はね、海外で。いつかね、いつかいいかもと思うけど、私はでもやっぱお正月はな、まったりして、うん、まあ、プロレス見に行ったりとか。お正月でもやってるんですか、プロレスって。プロレスはね、やっぱ1月4日がもう、やっぱすごい、お祭り、ね、東京ドームがやっぱり、そこから1年始まるみたいな感じだから、やっぱそれ楽しみにしてるし、あとね、やっぱ年末も年始も働いてたいんだよね、私。割と。なんかのんびりっていうのできないんだよね、うん、私。のんびり超苦手。でも家で一人にいると、もう1時間一人でいるだけで、あ、やばいな、今日何もしてないって思っちゃう。え、その、でもずっちゃあるタイプじゃない？私は家の中にいたい人だから。まったり派？うん。でも、昔は、やっぱ、そういう感じだったんですけど、うん、最近はもうお家にいたらもう、お家から出たくないよって言ってこう、着替えないでこう、ずっと。だだっこだ。うん。やだやだ、つって。いや、そういうのもね、いいと思う。うん、ね。まったりするときはして、海外行って、ね、もう羽を伸ばして、うん、帰ってきたら頑張るっていうね。一年頑張れそうな感じしますよね。うん、じゃもう一つ紹介したいと思います。はい。てるリスナーネーム、ハスラーさんからです。あおんさん、ずっちゃん、ただいま。お帰り。学校の体育の授業にダンスが取り入れられてから数年。そうなんだね。その影響か、昔に比べダンスというものがより身近になり、うん、テレビ CM やネットなど、いろいろなところで見かけるようになった気がします。うん、お二人も職業柄、ダンスというものに触れる機会が多いと思いますが、うん、ダンスの練習や表現の仕方など、こだわりや気をつけていることってありますか？そう、びっくりだよ。ダンスっていう。ダンスが授業にあるって、なんか考えられない。なんか。ね。なんか。楽しそうだけどね。選択、体育の授業の中の選択で、なんかダンスか柔道か、みたいな、うんうんうん、そういうのはあったけど、ダンスっていうね、ものはなかった。何が大事なの？いや、ダンスに関しては、断然ずっちゃのが踊ってるから、逆に聞きたい、私も。できなかったんですよ。本当、私今でも踊れてる気しないんですけど。ずっと動いてるよ。なんせアイリスほとんどダンス経験ないところから始まってて、まあね、2ステップから始めました。これだ、うん、そうこれだ。はい、で2ステップ踏むとか、こうずっとダウンとかアップとか、うんうんうん、そういうのをひたすら、基礎が一番大事だと思います、ダンスに関しては。だから、小学校の頃から、こう、やっぱその基礎を体に染み込ませておきたかったなって、今思います。うん、ジャズ。そのジャズのヒップホップとか、そう、ジャズはね、ジャズダンスはね、本当にすごい細かく、お指先まで研ぎ澄ませてやるから、あれをマスターしてるだけで全然違うと思うんですよね。そうなんだ。そう。私バレエはやっておけばよかったなって、すごい思う。やりたかった、すごい。姿勢も良くなるし、なんか、すごい綺麗じゃん、所作が。そうなんだね、スンスン。そう、すん。基本猫背だからな、私も。ほど遠いのも。うちら二人とも猫背だよね。二人とも。猫背さんちだから、うちら。そう。いや、でも、うん、ダンス、ほんと踊れる人見ると、うわ、かっこいいなーって。かっこいいよね。ダンスのね、なんか、ここら辺の使い方とかがさ、そう。グイーンって、なんかできないんだけど、そう、ウェーブしたりとか、あとターンした時に、もう首のスパッて切れる。そう、こっちの意識が追いつかないくらい、すっごい一瞬でパッて回る人とか見ると、うん、あ、違うな、そう、すごいんだな、ね、体感が。回って止まるっていうのがすごいなって思います。それも結局、基礎なわけでしょ、きっと。そうだ、軸がまっすぐで、とか、こう、回るにも、こう、中心ぶれてると、ふらついちゃうから、もう、まっすぐを意識してっていうふうに言ってた、先生が。やっぱ姿勢とかそういうところなんだね、まずは。で、今、授業でできるっていうのはすごい素敵なことですよ。本当ですよ。ね、将来もしかしたら、ダンスが何かね、なんか必要になった時に。ね、表現力というところでは、やっぱり素敵だと思うので、頑張ってくださいね、学校の授業で体育やってる方。体育やってる方ってみんな。みんなやってるはず。そうだね。はい。でも楽しそう。そんな感じで、たくさんのメールありがとうございました。はーい。ルーチェツインクルインク。ファーストフルアルバム。LLTW。1月10日発売。ルーチェの
ました。黒崎さんち、あっという間にエンディングのお時間です。はい、番組ではメールを募集しています。黒崎@joqr.net、 黒崎@joqr.net までお便りお待ちしております。はい、そしてツイッターでもぜひ実況で盛り上がってください、うん、シャープ黒崎さんちやシャープ黒ずでツイートしてくださいね。お待ちしております。はい、それではお知らせです。まずは黒崎からです。いよいよもうすぐになりました。黒崎麻音のバースデーライブツアーが1月14日からスタートいたします。プリズムというタイトルで今回やらせていただくんですけれども、透明版で3カ所やらせていただくので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください。グッズもねすごく可愛く、なんかポップな感じに出来上がりましたので、そちらもぜひ楽しみにしててください。そして2月3日に、埼玉スーパーアリーナで行われます NBC フェスに出演させていただきます。もうずっとお世話になっている NBC さんのこう大きなお祭りなので、もうチーム一丸となってこう家族感みたいなものをね大事にしながら皆さんと一緒にいい思い出を作れるように頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひぜひこちらも楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい、はい、そして私からはアイリスのお知らせです。はい、2月の21日にアイリスの15枚目のシングル、うん、メモリアルが発売いたします。メモリアル、いやすごいんですよ、振り付けも。なんかね、ダンスが、そうアイドルタイムプリパラのオープニングなんですけど、うん、そのタイムということで、うん、時計の秒針をねイメージしてるような振り付けだったりとか、うん、これは振りコピできないんじゃないかなって思う感じそうなんで、ちょっとそちらも楽しみに待っていていただけたらなと思います。うん、そして4月からはですね、はい、アイリスのフォースライブツアーがあります。多分フォースで合ってる、フォースライブツアーがあります、うん、全国7都市全12公演ありますので、 お近くの会場にいた際はぜひ遊びに来てください。お待ちしております。はい、というわけでお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いやーねえ、今年も頑張りましょう。ゆるく楽しく平和に行きましょう。そうですね、黒崎さんちもだいぶなんだかんだもうほんとゆるゆると、もうすぐ1年が経ちそうな感じしますけど、うん、そうだね、2月からでしたっけ黒崎さんち。3月か、3月かな、もうあと2ヶ月だよ。どうする、1周年どうしようか。1周年記念日、1周年記念どうしよう。なんか面白いことしたいですね。何やろう何も思いつかないぐらいゆるゆるだからもう思いつかないよ今は。いいやんたら送ってください。はい、ということでまた来週も、まったりお届けするので、また黒崎さんちで遊びに来てください。というわけでお相手は黒崎マオンと渋谷あずきでした。せーの、バイバーイ。黒崎さんち、この番組は NBC ユニバーサルエンターテインメントの提供でお送りしました。